カモキンナリは、東京都目黒区出身の男子テニス選手。1955年の全米選手権男子ダブルスで、宮城敦史とペアを組んで優勝し、日本人のテニス選手として、唯一の四大,大大会男子ダブルス優勝者になった、名選手である。父、国尾の指導で、自宅コートで育った、カモン指定の末っ子、早稲田大学卒業、三井物産勤務を経て、 テニスコンサルタント会社を経営。身長171センチメートル、体重70キログラム。カモキは有名なテニス一家であり、姉のカモサチコと兄のカモレイヒトシも、第二次世界大戦終戦直後の日本を代表する名選手であった。キンナリという名前は、フランスの往年の名選手、アンリ・コシェにちなんで命名されたものである。 金成は早くも1949年と1950年、全日本テニス選手権の混合ダブルス部門で、姉の鴨幸子と組んで2連覇を達成した。金成は、兄の礼人氏と一緒に、早稲田大学定級部で、福田正之助の指導を受けた。鴨金成は1952年の全日本テニス選手権で、初の男子シングルス決勝に進出したが、この時は、 熊丸二郎に乾杯している。1953年の同選手権で、カモ・キンナリと、レイジンの兄弟対決が、男子シングルス決勝で実現し、弟のキンナリが6から3、6から2、6から3で兄にストレート勝ちし、初の全日本チャンピオンとなる。1953年から、キンナリは、男子テニス国別対抗戦、デビスカップの日本代表選手に選ばれた。 日本は第二次世界大戦の敗戦後、1951年からデビスカップの舞台に復帰したばかりで、当時の出敗日本代表監督は熊谷和也であった。鴨金成が初参加した1953年の出敗では、他の日本代表選手は同じ早稲田大学の宮城敦史と木村正信の3名であった。初参加の年はアメリカンゾーンの1回戦で、 カナダチームに0勝5敗の全敗で終わったが、カモはシングルス2試合と宮城とのダブルス戦に抜擢された。この年からカモは宮城とのダブルスで抜群の強さを発揮し始める。1954年からデハイ監督が清水善造に交代し、この年はメキシコチームに2勝3敗と前線した。カモはメキシコシティへの遠征でラファエル・オルテガに7から5。 6から4、5から7、6から4で勝ち、自らの出敗初勝利を飾った。同年の全日本テニス選手権では、男子シングルス決勝では、宮城に6から4、2から6、3から6、6から3、3から6のフルセットで敗れて2連覇を逃したが、宮城とペアを組んだダブルスで初優勝を飾っている。1955年、デビスカップに、 東洋ゾーンが新設されたことにより、初めて日本国内での開催が可能になった。この年からは原田武一が日本代表監督を務めた。5月27日から29日にかけて、東京の田園コロシアムで行われた東洋ゾーンにおいて、日本はフィリピンに3勝2敗で勝ち、その上位にあるインターゾーンへの出場権を得たが、そこでは、 強豪をオーストラリアに歯が立たず、0勝4敗で完敗した。この時のオーストラリア代表選手には、当時世界の頂点を争っていたケンローズウォールやルー、ホードが入っていた。この年の全米選手権で、カモキンナリと宮城敦氏は、男子ダブルスで日本人男子選手として、初の4大,大大会優勝を成し遂げる。当時の全米選手権は、シングルスとダブルスが、 別々の会場で行われていた。シングルスはニューヨークのウエストサイドテニスクラブで開かれ、ダブルスの会場はボストンにあるロングウッドクリケットクラブであったが、8月17日から20日にかけてハリケーンダイアンの大豪雨がボストンの地を襲ったのである。雨はいつまでも降りやまず、芝生コートでプレーを再開できる見通しが立たないまま。 選手たちは何日間も試合を待たされる。アメリカとオーストラリアの有力選手たちは8月26日から28日のデビスカップ決勝戦を選んでホレストヒルズへ移り、この年の全米選手権男子ダブルスを断念した。こうしたチャンスは滅多にないということで、他の選手たちは天候の回復を根気強く待ち、かも宮城の組は決勝で、 ジェラルド・モスとウィリアム・キランの組を6から3、6から3、3から6、1から6、6から4のフルセットで破る。22年前の1933年ウィンブルドン、男子ダブルスで佐藤二郎と布井良介のペアが果たせなかった4、大大会男子ダブルス優勝は、こうして実現した。これは今なお、日本人選手による唯一の4大大会男子ダブルス優勝であると、 同時に日本人選手同士のペアで獲得した唯一の4大大会ダブルスタイトルでもある。日本人選手を含む他の4大大会ダブルス優勝は外国人選手とのペアで獲得したものであるためカモ宮ギペアの優勝は日本テニス史に残る貴重な勝利と言えるだろう。カモキンナリは4大大会の男子シングルスでは全米選手権に5回出場し3回戦進出が 自己最高成績である。ウィンブルドンにも1957年に出場し、3回戦まで進出した。デビスカップには1959年まで出場し、シングルス12勝8敗、ダブルス3勝6敗、通算15勝14敗の成績を残している。2006年8月、カモキンナリは国際テニス連盟からテニスに貢献した選手の賞を授与された。 一緒に受賞した選手は、総計13名で、その中には、ジュジャケルメツイ、クルトニールセン、ジーナガリソン、アンナスマシュノワ、バルバラシェット、リインダー・アパエスなどがいる。2017年1月6日、心筋拘束のため成居。去年84。ありがとうございます。